守れ。貴様らの行いは残虐無にして預けて指導である。古代中国漢王朝、この大陸には5匹の竜人がいるという。竜人たちは人と交わり帝となり大陸を治めてきた。しかし漢王朝末期の霊帝は病に倒れ、大陸は荒れ、4匹の竜たちの画策で三国志の幕開けとなる黄巾の乱が動き始める。三国志を代表する英雄劉備と曹操は乱世の空に何を思うのか。劇団 Z が送る電気ロマン SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。